はい、マンチカンのマルンです。と言ってもお好み焼きです。で、今日もお好み焼きパーティーということで、母の日関係ないとりあえずそんな感じでちょっとしたパーティーをしております。で、それうまいや、ハトでやろう食べてっていい。ゆきちゃんゲージ全開です。朝から全開です。もう閉めることさえ忘れております。朝ちょっとトコトコと出てお散歩しておりましたが、また怖いみたいでここでゆっくりしております。食べるもんもそろそろなくなったので、後で何かしらあげます。はい、マロンちゃんです。マロンちゃん毛づくろいしております。マロンちゃん全然ゆきちゃんのことを最初朝開けた時少しゆきちゃんのとこ行きましたが、今はもうゆきちゃんのところは行ってないですね。たこ焼きたこ焼き一応今日は今のとこ3人なので3人なので、この量で足りるかなと思っておりますが、足らなければエビも入れてエビ焼きにしようかと思っております。うん、今まだ霧雨降っておりますね。昼の11時37分ぐらいですか。まあ今日は夕方前後ぐらいまでは天気悪いみたいで、多分夜までぐずつくような気がします。まあとりあえずうちでゴロゴロしてるのでまだいいんですけども、まあそろそろ仕事も始まってくるかと思うんですが、仕事をすると、朝1回夜1回の、なんですか、アップになると思いますので、その時は仕事が始まりましたらその時はお知らせします。今のところ2回、もしくは3回、そんな感じでアップしていこうと思っております。まあ、とりあえずこんな感じで、我が家は過ごすと言います。母の日どのようにお過ごしでしょうか。カーネーションを娘が買ってきたみたいなんですけど、あとはプチキュですかね。今日はそれぐらいでしょうか。まあそんな感じです。まああとは特に今のところこんな感じで、あとゆきちゃんの毛づくろい、ゆきちゃんまったりしております。あとでピーマンあげるからね。ピーマンね、あそういえばレタスがあった、あったあった。はい、レタス、はい、ではお時間となりました。ではまた、アップします。では失礼します。